つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、食と心のデザイナー由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。今週も引き続き夏目まつり子さんと性の本当の性について語り明かしたいと思います。まつり子さん、はい、性愛命の学び屋代表の夏目まつり子です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、前回聞いててね、うんうん、こう一つはさ、まつり子さんのそのセッションもだけど、うん、その最初が、うん、あの本当のことを知らないっていうね、だから性って何かっていうところが勘違い、だから最初の初期設定が間違ってるから、うん、全てがずれていっちゃう、だから初期設定間違ったまま技術をとか言っても難しくて、じゃあまつり子さんもそれやってるんだね。そうそうそう、なんかほらあの世の中のそういう AV とかね、手軽に入るそういうポルノチックな情報とかって、あのなんかエロエロないやらしいみたいな、女性が男性をこう責めてハーハー言わせてみたいな、なんかそういうこうイメージがついちゃってるから、だからあのそうあのなんか前回ね、いやらしい気分になれないから妻に愛はあるけれどもできなくなっちゃうって言ってたじゃない。あの 男が性欲もあるんだけど、なんか妻はもう家族になってるからそれはできないっていうね、うん、でも本当だったらそういう家族的なリラックスしたね、癒されるようなそういう仲良しな関係になってからがまたもっと深まって面白いわけだよね。そうだよね、お互いのリラックス、うん、緊張の中でね、もう面白いけど、その、うん、すごいその響きの中であるのに、うん、その大事なところで、そうそうそう、性ってこんなものって勝手に妄想してるしてるから、結果自分がそれをお互いがなんか疎遠になっちゃうみたいな、うん、そうそうそう、もったいなすぎる、ね、だから仲はいいんだけど、でもなんかあれはもう違うよねみたいな、うんうんうん、でもそういうのしかないんだよね、うん、あの、うん、ね、性について誰も言わないし、うんうん、なんか性のこと語らない、うんうん、で突然語ると突然子宮の絵はね、うんうん、みたいな話になっちゃってそのなんて本当にこう、うんうん、すごく聖なる行為なんだよね、うんうん、神聖な行為だとか、うんうん、それが想像につながって、この想像こそが、うんうん、ね、その想像の場として家庭があるとか、うんうん、生命想像の場として家庭があるとか、うんうん、その想像のこう素晴らしいこうパートナーが男女、うん、お父さんとお母さんなんだとかね、うん、そういう価値観って全く知らされないよね、うんうん、そうだよね、そういう教え方してないよね、うん、ね、なんかいやらしいからって言って、なんかちょっと子供が恥ずかしいからちょっとこうね、うん、言わないとか見ないとか、うん、でそれでちゃんとその概念がなるって難しいよね、うん、でもそれがさ、うん、3ヶ月6回で解けるんだったらね、うんうん、そうそうそう、だからねやっぱりね、あの2段構えにしていて、あの意識をね、そうエロエロモードでちょっとあれは苦手みたいな意識を、あ、なんだこれだったら私すごくしたいわっていう風に意識が変わるのね。そう、やっぱ本質的な学びをすると、うん、男性のカウンセリングもやってきたの？男性はね、まだ数は少ない、うんうんうん、やっぱりあのそういうこう意識を持ってこう学びたい、お金払ってまで学びたいっていう人がやっぱり男性他にもやらないといけないことがいっぱいあるから、うん、やっぱりお客は女性ということで、うん、女性の方がもう圧倒的に多いんだけ ど,、うんうん、だけどその場合じゃあ女性が変わるだけでも男性も変わるってこと、うん、あ、変わる変わる、それすごいよね、うん、だから別に男性がそういうことでこう、うんうん、そういう人がいてくダメでも、うん、女性が意識が変わることで男性の行動も変わるってことです、うんうん、そうそう、それすごいじゃんね。だから由美子さんもね、なんか言ってたと思うんだけど、あの女性から先にエネルギー発するっていう法則がね、うんうんうん、あるね、うん、だからあの女性が、だから男性がね、こうあんまりその自分に手出してこない、夫があんまり自分に手出してこなくてセックスレスになってるっていう場合、女性の方もお店閉めちゃってるの、なんかそういうムード出さないようにとか、わかるわかる、うん、そう、それで私がそのね、こう女の性質とそこの姿勢で実際語ってるんだけど、あの宇宙のね仕組みとして、女が先に場を整えないと男は何て言うか立てないというか行動できないっていう、わかる、なんかこう前も言ったかもしれないけど、で電子電気電子というものが出現するにはまず
個、うん、ポジティブホールという女性電気、うんうん、電子って男性電気だね。そうだよね。ポジティブホール的に、なんだ、うん、ね、うん、性の穴、うん、性的正しい穴っていうんですよね、正しい穴、うん、ポジティブだよね、ポジティブな、うん、ポジティブ方だから、ほらマイナスで、だからマイナスプラスの、プラスの、プラスの穴っていう、ね、プラスの穴、うん、プラスの穴という名前の、それを日本語に無理やり訳して性、日本にないからそういうことで成功って訳したのがあって、うんうん、でそのだからこうプラスの電荷を持った空間っていうのが女性電気なの、うんうん、でそれがポコッと湧くでしょ、輪っかが、うんうんうん、その湧くができないと物事ってなんないわけよ、うん、でその湧くのところに電子が湧くのよ、うんうん、湧くに湧くのよ、あまた出たじゃない、今週のダジャレ、ダジャレじゃないのよ、本当に分かる分かる、湧くに湧くのね、うん、そうそう、だから本質的なことを連ねていくと全部ダジャレになっちゃうんだよね、そうそうそう、それで湧くでしょ、うんうん、そうそう、その、うん、ね、湧くに湧くのが電子で、うん、こうマイナスの、うん、電気なわけよ、うんうん、そしてそのそうすると、湧いてる間に、うん、すぐに隣でまた女性の枠ができる、うん、でまただから流れてるわけじゃなくて、うん、もう、うん、女性男性女性男性女性男性っていう風に連携プレイでね、次々次々新しい、うん、次々次々、うん、あっちでもこっちでも女性男性女性男性、うん、順番は女が先、うん、女がリードし、リードっていうかね、女のリードは場を整えるってリードの、うんうんうん、だからほら地球もそうだけど、うん、そうだよね、地球って場じゃない、場だよね、空間だよね、そう、うん、で場を整えて、うん、さあいらっしゃいっていう感じの、そうそうそう、うん、こう役割なわけよ、なんか器みたいな感じの、ね、あ、そう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 、うん、壺のような、そうそうそう、うん、そして、うん、男性がそこにこう、うん、そうすると男性が、うんうん、男性らしい最高の働きができるっていう仕組みに、そうだよね、だからそこがね、うん、私もしたとか思ったんだけど、うんうん、私たちの世代って、うん、なんか音なんで、うんうん、レディーファーストとか言いながらも、うんうん、リードするのは男の役で、うんうん、女はついていくとか、うんうん、女にはリーダーシップがないとか、うんうん、そういうなんか男が引っ張っていくもので、うん、だから、うん、でね、愛されるのも愛してると言われる、うんうん、あ、選ばれる、うんうんうん、真逆なの、そうだよね、だからそれがなんかこう目に見えるものだけを重視するような、そういう世界観になっちゃったから、うん、目に見える部分で男の方がね、力強いからね、だから、ね、女は黙って言うこと聞いとけってね、本当はその男の力を出させているのは誰かというと、うん、女なんだ、うん、だから、うん、それをやっちゃうと今度さ、うん、自分の力を自分を産むもの、うん、だって赤ちゃん産めないもんね、だから自分を産んだもの、うんうん、あるいは自分に力を出させてくれるものを、うんうん、自分より下に見たり低く見るってことはさ、うん、自分が弱くなっちゃうってこと、そうだよね、だからくる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 回って、うん、今はすごい男も女も弱くなって、うん、実はこの間違った、うん、その真逆の価値観のせいだと、うんうん、男も女もどんどん弱体化してる、そういうことだよね、だから本当に疲れてるんだよ、うんうん、そうだね、ね、疲れるからしたくないって、ね、聞いて思ったんだけど、うん、そうなの、それをセックスをしたすると疲れるんじゃなくてね、うん、する前から疲れていてしたくないんだ、そうだね、うん、分かる分かる分かる、なんで消耗してるんだねかっていうと、うん、だって無理じゃん、本当は女性の、うん、電気が、ね、プラスの電気ができて自分ができて、そこにすごいエネルギー充電されたペア、うん、ペアペアペアでできていくのに、うん、ペアもなしで頑張るってなるから、うん、もう本当に大変で、うん、こうくたびれちゃうわけじゃない、そこはまた食事が悪いでしょ、うん、あー出た出ました、人間の生理にずれたようなね、うん、こう砂糖だらけの体を、うん、要するに水の力が強すぎるのが体冷やすわけですね、うん、と水の力が強すぎるようなものばっかり食べて、うん、さらに添加物を生み出すとか、そう食べてて、でさらに減塩って火の力の食べ物、そう、ね、よく煮たものとかね、塩とか、うん、火の力の食べ物食べないわけじゃない、うん、でもどんどん男性は火の、うん、火の分身だからさ、うん、火の火、うん、だから男と女が同じ食べ物食べちゃダメなんだよ、そっか、うん、男性の方が塩系のものをいっぱい取った方がいいってことだよね、塩系のものだったり、うんうん、だから火の、うん、火のエネルギーをもらえるような食べ方を男性はしなきゃいけない、うんうん、火とか油とか、あ、塩とか油か、油とは限らないんだけど、うん、料理とか全部調和なんだけど、うんうん、だからその火のエネルギーをこうくれるような食べ物は何かってことはみんな知らない、うん、でほとんど今は火のエネルギーのものは食べない、うんうん、でね、水のエネルギーのものばっかり、うん、で火のエネルギーっていうと今度動物みたいになっちゃって、うん、肉みたいな、肉も火だけど、肉の場合ね、うん、
血が汚れるというか体が汚れるとかこうすごい病気がついてくる、おまひがついてくるけど、本当の意味の宇宙的な意味での火のエネルギーのものが分かんなくなっちゃってて、でそれをこう取ってない、それで反対に添加物とかお砂糖とかこう果物とかなんかそういうぐーっと水のようなものばっかりを取ってる。そうすると男は男でいられなくなっちゃうんですよ。そうだね。で女もそうなんだよね。そうそう、女もあのそのね、自分から潤って充電されている、そう自然界から女性はね充電することができるから、女性がもう自分、水の化身として、まあ水のようなエネルギーをちゃんと、だから女性の方がさ、甘いものとか好きだったり果物好きだったり、だから女性の方が少し緩むものを食べた方が、こう女性はしなやかに動けるんだけど、逆に女性が男と男女同権とか言って男みたいな食べ方しちゃうじゃん。もう一つ、あそうだね、正義とか、だから自立しなきゃって、そうそうそう、男社会生きるため私もちゃんと自立しなきゃみたいな、だから男のような食べ方をするでしょ、今度そう女性が、やっぱり女性的なエネルギーが出せなくなっちゃう、どっちも中性になっちゃう。そうだよね。だからそういうあの男女の差があるから惹かれ合って合体しようとするんだけど、だ差がなくなっちゃうから、どっちも、なんだっけ、N でも S でもない、中性中性、磁力自体、そうだね、磁力自体がないような体になってる、だから女性は本当はだからやっぱり水の化身としての、こう少しリラックスしたこうしなやかで、みずみずしくて、こうね、その受け止め型のような体や心を作っていくように、育ち作っていくように食べ、作っていくように行動し、男性は男性で火のような体、火のような心、そしてそういうこうここぞといった時にパーンとまっすぐ進めるような力っていうのを養って、そうするとお互いが響く、それはいいわ、だから来るじゃない。そしてそうなってれば疲れないわけだけど、今見て男性なのに、こうね、あの添加物だらけで、なんとなく減塩で、そうやってもお肉嫌なんですとか言うだけで、もうどん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 やっていくと、もう訳も分からずベジタリアンしてみたりすると、今度すっごい弱くなっちゃって、男性の男性らしいエネルギーが出てきにくくなるってことだよね。でも男性が男性らしくなるためには何だと思いますか？何なんと塩あ、何塩みたいな塩、ね、だってさ、お酒飲む時、ね、マス酒塩とか言うけど、もう世界中の人が言ってる、日本人は、昔400年前500年前日本に来た人たちは、日本人は我々の5倍じゃね、5倍早く、あの刀傷が治る、何なんだ、頭もいいしすごい、でも彼らはなんと我々の2倍の塩を取る、そうなんだ、すっごいこう、ね、だって産んだりしないし、もう体が塩漬けだからね、あ、殺菌症とか漬物じゃないけど、火のようなで、女性はそのね、こう本当に女性っていう感じで、がっちりとこう男性を支えるみたいな、女性性がすごくあったんだなと思って、だからね、なんか価値観もあるけど、食べ物っていうのも相当この性の崩壊に関係してるんだなって、関係してるかも、そっちから気がついて、やばいじゃん、そうだね、確かに女性らしさと男性らしさの差がなくなってくると引き合う力も弱いよね、そう、だからどっちも、だからもういいですみたいな人、だから自己完結型の人がいっぱいできちゃう、別になんか面倒くさいし、一人で暮らしていこうかなみたいな人が増えてない、そうかも、なんか自己完結できちゃうみたいなね、それでそれなりに食べていけるし、充実した仕事もあるし、ある年になるとあるパターンでできたから、これ崩されるの嫌だしとか思ってるうちに、でもそれは全部理屈で、結局は自分の中で、の女性的なエネルギーを高める食べ方や思い方をしてこなかったから、女性でなくなってっちゃってるってことですね。そうかそうか、中性になっちゃってる、まあそれはそれで楽しさはあるかもしれないけど、ちょっともったいないかもね。もったいない、せっかくあのそういう性能は持って生まれてきてるのに、そうちゃんと使ってないから、そう、ちょっと鷹の持ち腐れになってるかもみたいな、そうで、男性は男性で、本当はもうガッと動きたいと思っても、今のような時代だと、体を動かす機会も少ない上に、添加物って実はすっごい水の冷えちゃうので、どんどん冷えちゃって、さらに体に悪いから減塩しなさいとか言われちゃうと、もう全然もう味噌汁、こんな薄味ですかみたいに食べてるから、だからそしたらね、疲れないわ、本当に疲れちゃう、だからもうね、
性がどうという前に、うん、人間として疲れてるっていう。そっか、そういうちょっと、じゃあそっちの面の教育も大切だよね。だから私はひたすら食の未来食セミナーっていうのをひたすらやってるのは、未来食セミナーに出て未来食セミナーのこうステップをちゃんと踏むと、もう男は男になる、女は女になる。あ、じゃあ夫婦仲も良くなっちゃうよ。良くなるなんてもんじゃない、ね、もう、あのラブラブ、あ、本当にみんな、いや、みんな、すごいすごい、すごいよ、多産でつぶつぶの人たち。そう、次から次へ、ね、おめでただよね。そう、私つぶつぶマザーって育ててるんだけど、毎月毎月集まってるんだけど、年中誰かがね、誰かがお腹に子供がいて、そうだよ、ね、年中1人か2人その辺につまみごろ転がっていて、本当だ、ね、で、1人が3人4人ゴロゴロとか言いながら仕事し活動しっていう、すごいよね。なんだかもう異世界みたいなのができて、でもこれが普通だった気がする、私がちっちゃい頃の田舎とか。本来の女性ってそういう感じだよね、なんか大地にね根ざした力っていうかね、もう何でも引き受ければ大丈夫っていう感じで、でそれがそうマザーの中にも、そんなこんな小柄なちょっと可愛いおとなしい雰囲気の人がっていう人がそうやって何人もでどっしりしてたりとかね、だから関係ないんだよ ね。だってすっごいさ、生理がねこうずっと大学に行くまで月に、あの1回年に2回ぐらい来なかったって人が子供2人も出る。うわー、それってすごい、なんか希望の証、ね、私の体はもうダメなんじゃないかって思うことないんだよね。そうだね、意識の問題だ、みんな希望持てちゃう、そういうの聞いたら持てちゃうでしょ、ね、実はね、先月そういう話してたから、みんな聞いてね。あ、そうだ、だからね、性のね、だからまちりこさんがその本当に具体的なプロセス、これから聞くんだけど、プロセスとしてそれをこう、個人レッスンまでしてくれるっていうのがね、それはやっぱそうしないとこんだけこうずれたものと、あとそういう自分の中にあるトラウマとか思い込みを払いながら、まずはそれを話題にすることすらちょっと躊躇しちゃうわけだから、話題にでき、そしてそれを自分が受け入れ、そして家族とその新しい関係を築けるためにはやっぱ個人レッスン必要だね。やっぱそうなのかね、それが重要だよ。だからどんどん広がって、ね、今年なんか本当ね、どう考えてもこのね、私本当に去年急に込んでこう女の性、これ知ってれば、これ知ってればもう全部変わるのにって思ってたから、今度やんないといけないね、その実地セミナーを。そうだね、実地セミナーやっちゃう。本ってやっぱりダメだね。本って自分のほら、価値観ってあるじゃない、自分の価値観に合うものしか取れないでしょ、だからフィルタリングして見ちゃうけど、場にだから、まちりこさんがワンマンツーマンで本当にその自分の経験も含めてその人を引き出していく、でその人の意識が変容していくと、その人が出すエネルギーも変わるし、価値観も変わるから、こう夫も変わっていくっていうことが起きるわけでしょ。そう、だからその、ね、女性の方がこうなんか意識が変容して、あ、性すごくいいじゃんって、あ、だったら私このホトの中にね夫をこうすごく受け入れたい、温めてあげたいみたいに、ガラッと変わっちゃうのね。ガラッと変わっちゃうの。そうで、なんかしかも自分の体をちゃんとこう、ね、十分に愛して、すごいこう愛のこう磁力でこう満たすような感じの僕が、ま、磁力、そうね、磁石だから、そう女性がまず磁石としてちゃんと、そう自分を潤わせて、マイナス曲をちゃんとしなきゃいけないわけね。そう、場をね、そう、場をしてたら、だから自分が何もしなくても、なんか知らないけど、なんかこう最初のレッスン以降、あの夫が気がついたらそばにいたりとか、よく触ってくるようになりましたとかってね、磁力ができた。そう、そういう実技を知ってるんだね。そう、すごいじゃん。そう、何もしなくてもね、自然とね、なんか気がついたら触ってくるようになったみたいな。あ、いいよね、意識を変え、自分が意識を変えて、 そしてそのテクニック、本当の意味の変な AV じゃない、本当の真の女性が女性としてこう自力、魅力を発するような、そういうテクニックを学んで3ヶ月で、なぜか夫がね、そう、それだけで何も言わなくても変容しちゃうでしょ。そうなのね、じゃあつぶつぶとこの性の学びや、これが合体したら無敵な、もう多産の、日本人世界にはびこるみたいなことが本当だね。できるかも、食べ物とね、その磁力でね。じゃあどのぐらいの段階からさ、あの、6回のうち実技に入るわけみたいな。あ、てかね、もう最初から毎回あるんだ。毎回の、あ、
の意識変容のこともあるし、個人の悩みをじっくり聞く時間もあるし、実技も毎回やるのね。自分をちゃんと受け入れ見るっていう時間と実技と変容プログラムとかこう作成しながら6回2時間続く、うん、そうなのだからもう、うん、もう初日レッスンしたその夜になんかすごく夫とのね、そのね、間具合がうまくいきましたみたいな、もういっぺんで変わる人もいるし、うん、でこれまでも全然痛いものとしか感じられなかったのに、もう2ヶ月ぐらい経ったらなんか全然痛くないんですけど最近みたいな。そうよく言うよね、痛みってね、うん、結構思い込みなんですよ、うんうん、ああそう、うんうんうん、だから痛みって見てると消えるんだよね、うん、あ見てると、あ痛みをさ、うんうん、痛みってあるでしょ、うん、そうそう痛いって言ってると痛いんだけど、なるほど、痛みに対して、うんうん、あれ どのぐらい痛いのかなとか、うん、でどこが痛いのかなとか、大きさはとか、あれ色はとか、うん、どんな感じかなとか言ってどん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  それを見てあげると、うんうん、自己表現してるわけだから注目してあげると、うん、うん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 みたいな感じ。痛みちゃんの気が済んじゃうんだ。あそう気が済んじゃう。よくあの子供とかでもなんか転んだりとかした時、痛くないから痛くないからって痛い泣いちゃうけど、そうそうそう痛いよね痛いよねって、そうそうあれみたいなのかな。子供がどこも悪くないのに痛いとか言ったりする、うん、要するに構ってもらいたいとかっていうのもあるじゃん。だからそう意外とね痛みとかもね、うん、あのあとトラウマ、もう一つはそういうよくね、うん、あの映像でそれ痛いもんだみたいなことをやったり、嘘の映像といっぱいやってるじゃないですか、うん、そうじゃないのもいっぱいあるのに、うん、特別な例でうーんみたいなことをやるから、うん、あとこうあるじゃない。それとかやっぱり長い歴史の中の女性がやっぱりこう本来の女性の力を出さずに不当にこうしてきたような、そういうちょっとした集合的トラウマみたいなのもあるのかな、うん、そんなのが合わさってこの痛みとか作ってるから、うんうん、だから結構ね、うん、意識を変えると痛み取れるって本当なんだよ。そうか、そういうやり方もあるんだね。そう、うん、なんかね、でもね女性の体って面白くって、緊張してると痛いところが、それもあるリラックスすると快感変わるのよ。これが痛みはリラックス、それもいいね。ね、そうそうそう。あ、面白すぎるね。うん、次来週その話を詳しくは詳しくは。お楽しみに。お楽しみに。今日のつぶつぶニュース。美味しいベジタリアン料理の未来食つぶつぶを一気に学んでみませんか。美味しいベジ完全攻略キャンペーン実施中です。未来食セミナー新1から3をまとめて申し込みいただくと、お得な価格で受講いただけるだけでなく、家族も大満足の美味しいベジタリアン料理つぶつぶを一気に身につけていただけます。キャンペーンの詳細はつぶつぶホームページから。そして来週のつぶつぶインターネットラジオは、引き続き夏目まつり子さんをゲストにお迎えして、緊張と快感は同じ刺激では違いは？をお送りします。こちらもお楽しみに。